大正路は大阪府堺市堺区の中心市街地を東西に横断する道路。堺の語源である国境の街を象徴する道路で旧来の堺市街となる関光内のおおむね中央を北西から南東方向に貫いている。摂津国と泉国の国境としての役割は1871年9月に摂津泉国境が大和川に変更されるまで続いた。 現行の道路名は、堺市道大小路線。古くから江津等において、大正寺通りと表記されることも多く、他に、道路愛称として、大正路、シンボルロード、大正寺筋とも表記される。南海本線堺駅と南海高野線堺東駅を結び、南海バスが、堺駅堺東駅間のシャトルバスを大工寺ルートで運行している。毎年10月の、 第3日曜日とその前日には、堺祭りパレードが行われる。堺市街地の東西幹線として、現在の位置に大正路が敷かれたのは1615年であるが、それ以前から大正路の存在が確認でき、1406年の油屋序六二十歳媒県に大正路町の記載がすでに見られる。中世にはこの大小路付近より北側が、 摂津国住吉郡堺北層、南側が泉国大鳥郡堺南層となっていた。大阪の陣で堺市街地は海人に返したが、大小路は源那の町割と呼ばれる復興によって、堺市街地の東西方向の基幹道路として5県幅の幹線道路に再整備された。東端の土井川に架かる大工地橋には、考察場が設けられ、竹内街道や、 西高の街道と接続する境の東玄関となった。かつては南北方向の基幹道路である大道筋との交点付近において、湯屋町、市の町の町名が見られ、風呂屋や市場があったと推測される。また、北大小路町、南大小路町、北、向井良町、南向井良町といった大小路に面した東西方向の町割りもあった。なお、 千八百七十二年以降は、北側が、熊野町、南側が市の町に統一されている。大道筋の一筋東の東六軒筋と、大工寺の交点は、古くから生命筋と呼ばれるが、案内板には、大道筋と、大工寺の交点とある。自治組織については、当初大将路を境とする二分に、本郷丹京の二分が加わり、北丹京、北本郷 南本郷南丹郷の4分で四つ筋と総称されていたが、1693年に本郷、丹郷の2分を廃して、境北組と境南組の南北二組となった。市神社については、大正路を境に、菅原神社と開港神社に、現在も分かれている。明治以降に、大正路境境東駅南口間が整備され、百九十八年に、 仙北郡向井村に開業した、堺東駅は、大正路橋の東方に位置することから、大正路駅として開業している。1911年には、大道筋との交点付近に、現在の大正路停留場が開業した。堺大空襲後の戦災復興事業により、縦筋、横筋ともに防災に主眼を置いた、福音50メートルの大通りが計画されたが、 横筋では、従来の基幹道路である大工寺ではなく、大浜公園竜神駅宿院停留場間が、活況を呈していた三筋南の宿院通りを、拡幅することになった。この時、東西幹線としての終焉を迎えた、大正路はさらに、長岡街道の振動にあたる三筋北の境、山戸路線にも、交通量で抜かれるに至った。1984年から、 堺市が大正路・シンボルロード整備事業として、歩道の拡幅、壁画モニュメントや、噴水の整備、共同校による電線の地中化、大正路橋・歩道橋の掛け替えなどを行った。しかし、堺東駅で東壇を迎えてしまうこともあって、自動車の交通量も少ない。1989年に、市政100周年記念事業の一環として、大小寺筋の道路愛称が、 堺市から与えられた。その後、堺市は大正路を含む区間に LRT の通る機動線を整備する構想を立てたが、大正路が一方通行になり、中継車もできなくなるということを含めた問題点がいくつもあり、2009年に市長に就任した竹山治美は、選挙中から LRT 中止を公約とし、就任後に中止とした。ありがとうございます。